はい、お久しぶりです。お久しぶりです。めちゃくちゃ久しぶりの収録だね。まあ、そうだね。まあ、続きというか、2週目。まあ、お久しぶりっつってもね、毎週投稿されてますから。やっていきますか。うん。どこここ。あれだ、一番最初の扉で片方行ったんだ。紫サンタ、ヤシロと一緒なんだ、今。そうそうそう。アイテムは？三角。ないです。ないってこことの部は、屋に入ってき入ったばったばっかかり。だな。なるどうした？ほど。こっちは？ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。すいああ、分担してみてるのか。ません。あっちが、ヤシロとサンタがいる。都合。意外にたくましいな、この子。えへへへじゃないの。そうみたいな鼻をした悪魔。物騒なんだけど。これ何回調べたら何か変わったりするのかかな。な。この右側にも部屋がある。あれ、もう一回調べてる自信。ああ、2階あらんね。じゃあ、こうすりゃいいのか。わかりおう。にくいとこに。なに？シャワー。バスルーム。ああ、石鹸置くとこ。これだけ？ここの部屋。あ、トイレやった。ユニットバスだね。そうだね。そりゃそうか。じゃあ一周戦それ。特に怪しいのはないのか、じゃあここ。あらかんかわ。あ、閉めたら。何があるってわけじゃないのか。順平？順平？なるほど。ただこれか。今なんでわざわざ入ったんだろうね。ちょっとわかんないな、まだ。まあ、一旦ここ見るか。マッチ。小さなものになら火をつける。久々にやって、まあ、何？そういえばお前、熱の方は大丈夫なのか？はい、もう全然。あ、ちょっとおでこ見せてみろ。確かに熱は下がってるようだな。心配してくれてるんですか？急に。ギャルゲーみたいになったぞ。ひねる、ひねる。いやあで、順平は好きなんだよね、あれ？好きな何ヶ人月だっ前だけ？と思ってんだ。覚えてるわけねえだろ。これだと、うん。紫も、あ、そっかっつって終わっちゃう気がするから、こっちにしよう。まあ、一応な。好印象。ところで、俊平くん。流された。愛想笑いされて終わっちゃった。俊平くんは、なんでこんなところにいるんですか？お俺を互い様聞けだ。よ。なんでって、みんながいるときに話しただろう。夜、家に帰るとガスマスクの男がいた。白い煙を吸い込んで意識を失った。気がつくと D デッキの性質。
そうだ。でも、それって本当なんですか？人狼ゲーム？音が割れ出したの。は？純平くん、私に何か隠し事してません？ってことは、紫は何か思い当たる節がある。そういうことだね、君。してねえよ。なんでだよ。だって、どう考えてもおかしいじゃないですか。なんで小学校の同級生がこんなところに。はい、ブーメラン。それはこっちのセリフだ。純平まで言い出した。お前こそ何か隠してるんじゃないのか。何かって、何をですか。何かをだ。今までに付き合ってきた男性の数聞きたくねえ。それは純平が聞きたくねえ。付き合ってきた人数と経験人数を。生々しい。もう純平しばらくここでへこんでる。ソファーでゲームオーバーってでしょ。知りたいんですか。安心してください。18人かける0人です。なんだか出会いがなくて。なかなかお茶目だな。うん、そっか。で、純平さんはって聞かれない。大丈夫。とにかく、あ、よかった。私は何も隠し事なんてしてませんよ。純平くんと同じです。目が覚めたらデイデッキの性質。それの経緯は。じゃあこれは一体どういうことなんだよ。なんでゼロは同じ小学校の出身者である俺とお前を選んだんだ。そうですね。被害者の接点をたどれば容疑者につながる。まあ基本だよな。そんなこと言ってたね。ああ、言ってたな。それで。だから要するにそういうことですよ。やっぱり同級生の誰かが関係してるんじゃないかと。心当たりでもあるのか。でもそれの話で絞っていくと純平と紫にしか関係なくなるんだよな。そうだね。だそいつがそのそこから先をたどってった中で出会った人たちがこのメンバーなのかもしれんけど、うん、まあ全員が全員関わりがない可能性もあるしね。そうそうそう、その完全に無作為か、もしくは純平ゆかりだけ関係があって他はフェイクみたいな。あ、もうどうでもいいから。そうそうそう、誰でもいいからみたいな。まあでも桜井さんがいるかな。もうあいつが犯人にしか思えん。私は。なんだよ。死んだけど。まだ死んでないよ、この世界線。そうだね。担任の先生とか校長先生とか。小学校の頃の校長先生とか覚えてねえな。小学校の頃一応覚えてるよ。マジ？名前？名前までは覚えてない。あの顔は覚えてる、しっかり。あの女性の、ああ、おばあちゃんって感じの。そうだね。あの人はなんかなんとなく覚えてる。ああ、まあ印象深いっちゃ印象深いわ。うん。用務員のおじさんとか給食のおばちゃんとか。そこまでは覚えてない。覚えてる？給食のおばちゃんいたっけ？給食のおばちゃんっていたっけ？うち。やめよう、バレる。どれもピンときませんね。だよな。用務員のおじさんとかもよくわからんし。あ、終わった。